私は育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。いやー、一人でやるの超恥ずかしい、ね、今日はね、ちょっと一人でここに来ておりますけども、うん、今日はどういう企画ですか？今日はね、ブラスのドッキリ企画、うん、おでも、可愛らしいドッキリなの。あんまり気分が悪くなるようなものじゃなくて、この間、ハチとパルマの物語っていうあの映画のアンバサダーをやらせていただいて、でそっからなんかよくよく見てるとブラスがね、あの里親募集中サイトを見てて、なんかワンちゃんをなんか検索してたの、うん、でえ、そんなに犬飼いたいんかなと思って、え、なんか犬欲しいのって、犬かわいい、犬欲しいって言ってたから、今日はブラスが家に帰ってきた時にワンちゃんがいたらどうするのかっていう企画で、まあ、今日はそのブラスの家に行くんやけど、その鍵をね、あのマネージャーが持ってて、なんかブラスがね、孤独死を恐れて、あのマネージャーに鍵を預けて、でちょっと自分が何かあった時とか連絡つかない時にちょっとマネージャーに確認してもらうようにと、ということで今回はちょっとマネージャーにね協力してもらってブラスの鍵をゲットしました。ありがとうございます。でそれでね、ある方のワンちゃんをお借りして、そのワンちゃんをブラスの家に忍び込ませたいと思うんやけど、そのとある方はちょっと後ほどまた出すのでお楽しみにしてください。じゃあ行きますか。いや、行こう。はい、それでブラスの家に潜入したいと思います。お邪魔します。あ、すごい、靴が綺麗に置いてありますよ。本当だ。アレクサ、電気をつけて。おぉ耐えられてる。じゃあサプリメントが健康を気にするのね。胃腸を元気にって書いてあるわ。買いすぎだろこれ。ね、こんないっぱいある。すごい綺麗にしてるやんか。ね、意外とこう綺麗に毎日掃除してるっぽい。ね、あ、筋トレもしてるの。ね、今ちょうどね、ジムに行ってるから多分あと1時間後ぐらいに帰ってくると思うんだよね。どこに設置しようかな、ね、まさかね、自分の家にカメラあるとは絶対思わないから。そう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 、あいつすごいなんかそういうところはね敏感だから、うん、ちょっとね、あの小さいカメラをいろんなところにちょっと設置していきたいと思います。ちょっとね、ワンちゃんが来るのを待って、そっからね、そうだね、設置するか。うん、じゃあ待ちましょう。イエイ。とある方が到着いたしました。おお、それそのとある方は誰なのかっていうのをお見せしたいと思います。うん、いらっしゃい。勝手に人の家で。どうもー、かわいい。タコさん、久しぶり。これで外歩いてたの？そう。そこでスタンバって散歩してた、それで。あ、それで散歩してたの。すごい見るわね、私見ちゃうもん。ぽよん。ぽよん。柔らかい。ラコちゃんのワンちゃんをお借りすることとなりました。ありがとうございます。いや、売り上げ喜んでる。ゆうかもありがとう。はい。どう？ほほほ。やばいこと言えない人だね。お、コロッとした。あれ、自宅になっちゃった。自宅になっちゃってるよ。あれ、まあでもちょっとね、ワンちゃんいるのも驚くけど、多分誰が入ってきたんだろう、どうやって入ってきたんだろうっていうね。
グラスにちょっとした恐怖と、でその後に喜びを与えたいと思いますのですごい反応すごそう、ね、ちょっと鳥さんがあるからって、ね、ちょっとね、いろいろ設置していきたいと思って、ね、カメラ設置していこう。え、なんかじゃあベッドをさ、もっこりさして人がいる姿勢に寝ようかな。あ、膝曲げて寝てる。あ、膝曲げて寝てる感じする。これそう、あれして腕、あ、腕があるこれは怖い。そうな体型の耳は出来上がったんです。部屋全体がね、見渡すことができないから、うん、ちょっと角に、そうだね、うん、エアコンのとこにバレないようにつけようか、うん、外して、うん、プラスってあとどれくらいで帰ってくるのかな。あとね、多分、うん、ジムだからあと30分ぐらいかな。急がないといけない、うん、急ごう安心なの。いいね、じゃあ設置していこっか。設置していきましょう、うん、アレクサ、電気つけて。
どの子なんだ、誰がなんで、どういうことなのこれは。やばいやばい、電話来た、電話来た、ちょっと出るね、出るね、出るね、もしもし、もしもし、犬がいて、しかも騒いでるんだけど、めっちゃ声聞こえるけど犬がいるんだけど、え、どういうこと、え、どういうことこれ、いやいや、俺も知らん、今家にな、知らんの、うん、全然何も知らん、え、家にな、うん、犬がおんねん、しかもなんか炭治郎みたいな、炭治郎みたいな犬がいる、どういうことそれ、鬼滅の、いや、分からない分からない、でもちょっとごめん、めっちゃ騒いでんねんけどね、ちょっと怖いねんけど、でも俺もさ、今からちょっと打ち合わせに行かなあかんからさ、ちょっととりあえず切ってもいい、やばいえ、だってやばい、これ誰かが家に入ったってことやで、警察やで、ちょっとさっき警察に相談した方がいいかもしれんな、それえ、じゃあこっちから出ました方がいい、警察、それはちょっとやめとこうか、あの俺が、あのちゃんとブラスの住所もあの知ってるから、ちょっと俺が電話するわ、だからさ、あのストーカーちゃん、あの、うん、なんかさ、俺のあのストーカーとかね、あいつ俺最近さ、犬欲しいみたいな言ってたのに、あのやばいやん、犬が合鍵作られたんじゃん、もしかして、え、やばないそれ、やばいよ、今日とか止まれへんねんけど、いや、怖いね、ちょっと、どうしよう、え、今日ユースケ、いや、それはごめん、無理やわえ、なんでよ、何があるんだって、いや、ちょっと予定ありやからごめんやけど、ちょっとそこは頑張ってもらわなあかんな、ブラスに、どうやって頑張るの、とりあえず、犬と、あらー、行くよ、また出撃するよ、もうまた電話かかってきたらとりあえずピンポンですね、警察とかさ、犬とこやったんだけどなんか、あの、犬がおることとかどうでもよくて、あ、犬じゃなかったんや、え、人が入ったってことがまず、あ、そっち、え、どうやった、どうやった、どうだった、で、寝てると思って寝てるやん、だって、うん、しかも、にしても隠れ方も下手やしさベランダとか誰やと思った、誰やと思った、ゆうすけまあやっぱ確かに一番最初に高野ね、そうなるわな、うん、どう、グラちゃん最近ずっとさ、なんかワンちゃんが飼いたいって言って、え、めっちゃネットで探してたけど超可愛いんだけども、だからね、一肌脱いだの、すいません、ママも一肌脱いだの、それは父出したってことでしょ、そう、うちの母さんもママも似てる、てママ似てる雰囲気あるわ、ママ、あ、これママの犬、そう、あ、そういうこと、そうそう、めっちゃ懐いてるね、もうやめてよ、犬また欲しくなるやんあのなんかパルマのさ、映画見てからめっちゃ犬飼いたい、で、実家でダルメシアン飼ったからさ、あ、ね、その写真とか見てめっちゃ飼いたくて、でも猫もいいなとか思って、でもフェレットでもいいし、犬でもやっぱり犬がいいな、可愛い、可愛い
かわいい、何が欲しいの。男の子ちょうだい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 、じゃあママの元へということで、成功でーす。大成功、やったね。何が成功、何がしたかったのこれ。なんかブラスを喜ばしたかったの。全然喜ばへん。だってさ、まあ、犬と戯れたのは嬉しいけど、余計飼いたくなって悲しい気持ちになった。ちょっと文句言うなよ。だってちょっとね、こう遊びたかったわけやし、だからちょっとね、こう飼ってる手で、うん、楽しめたらいいんじゃないかな。家帰っていい。これあれ、ゆうすけの合鍵で開けたん。そう、ごめんね。合鍵募集なんだ。ダメよ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとう。かわいい。バイバイ。バイバイ。あっちよ。ほら、こっち。ほら、ピューピューピュー。ピューピュー。バイ。ピューピューピュー。